広北消防署からのお知らせです。近年火災での死者が多く発生しています。住宅火災では住宅用火災警報器を設置している場合と、していない場合では死者数がおよそ2倍も多くなっています。命と財産を守るためにも住宅用火災警報器を設置しましょう。設置後は警報器のテストボタンを押すか、紐を引っ張ってブザーや音声を確認し、定期的に